ついにグランプリ、はい、辞典に泣いた時に一緒に泣いたファンや関係者も多かったですけど本当ですかどうですか、今年やっと決まりました。あの、うん、そうですね、まあ、本当に走れるだけで、まあ、嬉しいんですけど、うん、まあ、走る以上はあの、ね、自分の力を出せるように、うん、あの、まあ、恥ずかしくないレースをしたいと思います。それこそこの何年かはずっと戦ってきた相手だし、別にその臆する必要もないというか、もうあのそうですね、相手のレースとかも分かってますし、まあ、あとは本当なんか、まあ、自分との戦いじゃないですけど、自分で勇気持って仕掛けられるかとか、そういうところになると思うので、はい、競輪祭の、まあ、怪我はそんなにひどくはなかったということですけど、練習も、はい、まあ、体調的には申し分ないぐらい安全に臨めてますけど、まあ、あとは復帰っていうか、怪我してから明けてから、まあ、一発目なんで、そのちょっと自転車の感覚だけ、はい、ちょっと、まあ、どうかなっていうのは、まあ、正直なところありますけど、一つイメージはやっぱり松坂共同杯の決勝っていうんですか、一人で勝ち切ったレースなんか我々は思い浮かびますけど、ああいういいイメージもやっぱり持ちながら、まあ、あの短期も嫌いではないので、まあ、あの流れの中でしっかり見極めて判断できればなっていうところだけですね、はい。まあ、今日そのまあ入ってきて、まあ、前夜祭からですと今そのグランプリ感みたいなのはどれぐらい出てきてますか？なんかまだあんまりそういう感覚はないです、まあ、本当にいつも通りの参加の気持ちで、まあ、臨めてるっていうか、まあ、そっちの方がいいのかな、いつも通り行けた方がいいのかなと思って、まあ、あまり意識しないように間違いますね。あれと初日2日とか、まあ、夕方の練習とかは乗ろうかな、どうしようかなとかなんか決めてる、まあ、あと体調見て、あと立川のバンクの感覚だけはちょっと確かめたいんで、まあ、そことあと自転車の感覚が分かればいいかなって感じなんで、はい、じゃあグランプリの時間までうまく過ごして、そうですね、あんまり無駄に動かないように、まあ、今回ぐらいはちょっと先輩に甘えさせてもらおうかなと思います、はい、じゃあまたグランプリまで、はい、また伺いに来ます。そうです、何回でもお願いします。ありがとうございます。